デッキブラシを買いました。これは、お風呂場で使います。お風呂でですね、終わった後、床に溜まった水をこう、なんていうんですかね、排水口に向かって水をこう流すために使うものですね。うちではそのように使っています。これは何でしょうか ?PVC。まあ、プラスチックですよね。を使っているんですけども、2回目買った時には、白だったかな?天然素材のものだったんですよね。ただ、あまりにもですね、減りが早くて、まあ、その、比較もちゃんとしてみたかったというのもあるので、またこの、プラスチックの方をね、買いました。で、今からね、お風呂場で、交換したいので、まあ、その、減り具合とかね、見てもらいたいと思います。行きましょう。はい、持ってきました。これがですね、おそらく白、あのたわしなんかと同じですよね。たわし素材のものですね。もうね、こんなになってしまいました。おそらく1年も使ってないですね。もう木までいっちゃってますね。ということで今回はこのプラスチック製のものを買いました。で、本当だったらですね、何年間と何ヶ月でこうなったか書いておけばよかったですね。で、どっちの方が長持ちするのか。というわけで、そうですね、じゃあ今回のこれ書きましょうかね、今日の日付ね。そうすれば分かりますもんね。じゃあまたやり直さないといけないですね。これいつ買ったか覚えてないですからね、僕。9月19、2023とかいるかな、分かるよな。まあいいやいいですかね。これ剥がせばいいんだけどな、どうせ剥がせないんだよな。3,285円、高ーと思いましたね、今ね。48本今木持ってますね。ペイペイで払うとなんか森に木を植えられて動物がねこう住み始めるんですよ。よくわかんないんですけど、まあリスとかキツネとかねいますね。いやー、電気代高いですね。今回ですね、この土おこしクワというものをねホームセンターで買ってきました。まあ、テコの原理で、まあ、根菜とかね楽に取れますよといったものなんですが、これはまあちょっとですね、これをね、今回から使っていきたいと思っています。で、何に使うのかといったことなんですが、よいしょ、いや分かんないんですよね、本当に使えるかどうか。使えたらいいなということでね買ってきたんですけども、だいたい2300円ぐらいだったかなと思っています。前回、ここの笹を取りました。でですね、もう腰を やってしまったりするのはもう時間の問題なのかなと思うぐらい大変だったんですよね。なのでこれでですね、こうグイッと笹をですね持ち上げることができないかなと思って、そういった期待を込めて買ってきました。じゃあここにね笹、この頭だけ切ったね笹があるっていうのはわかるので、ここちょっと狙ってやってみましょうか。頼むって感じですね。こう足でグーッと入れて、はい、でこれテコの原理で、わお、これは、ほら、え、どうなんだろう。これ今のところ僕の体力的には全然使ってないです。全然使ってないです。どうなんだ、もうちょっと船が長かったらいいのかな。ここまでしか行かないですよね。はい、家のですね、一番奥ですね。ここにありますね。杭がね。正しいこれを使っていきましょう。あ、嘘、硬い。え?あ、これ無理だな。買った。全然入んないですね。こんな硬い土見たことないですね。全く入ってない。なんだこれ。
全く入んない。ちょっとまだな。はい、おはようございます。またね、今日も地の開拓をしていきたいと思うんですが、ここが旧角なんですけども、まあ、こっちの通りですよね。まあ、こっちの通りも同じように、仕切りがね、昔、大昔に入れたものが残ってるんですが、まあ、こっちはどうするんだっていう話なんですけども、もちろんこっちもね、いつかはやりたいんですが、こっちの通りですね、最初に行った通りが終わったらですね、ここに置いてあるようなものを、まあ、こっちに動かして、それができてから、まあ、こっちの開拓かなというふうに考えて、まあ、ここの一本線入れたので、まあ、ここからこっち側から、まあ、スタートしていきたいなと思っています。で、まあ、前回やってみた感じですね、まあ、この根起こしとかも使ってやっていくんですけども、まあ、1メーター四方、とりあえずやってみて、で、おそらくもう体力の限界だと思うので、まあ、この後の仕事もあるんでね、あんまり100% 力を使い切るわけにいかないので、まあ、1回の作業で1メーター四方くらいはね、やっていきたいなという考えです。なので、今日はですね、まあ、少なくとも、まあ、このくらいはね、笹を取りたいなと思っています。ここを思いっきり刺して、こう根っこを切るんでね、まあ、ここも頑張り横ですね。はい、出てきましたね。全部畳めるこういうのを取っていきたいですね。よいしょ。よいしょ。はい、そうですね。まあ、3、40分ですね。ここ、最初に決めたですね、大体まあ1メーター四方ですね。綺麗に笹が取れたと思います。もうね、一切笹がない状態まで持ってくることができました。たった1メーター四方のところからですね、これだけの、笹の根がね、出ましたね。もう、正直ね、たったこれだけなんですけど、結構ヘロヘロなんですよね。もうちょっと立ちくらみするぐらい、疲れましたね。まあこれは笹をね、人力で抜いた人にしかわからないと思うんですが、まあ本来ならね、ユンボでやるような仕事なんじゃないかなと、個人的には思っています。一日ね、これだけで、まあ週に3回ぐらいできたとしてもですね、ちょっと先が長いですよね。もうこっちの方まで全部あるんでね、3メーターぐらいはもっとあるか、まあ、日々の、ね、生活に合わせて、まあ、常に、ね、この仕事があるよみたいな、まあ、感じになるのかなと思っています。いやー、ちょっと休んでね、もう一区画ぐらいは本当はやりたいところなんですが、今日は、土曜日かで、明後日ね、動画の更新したいんでね、ちょっと動画の方もやりたいし、あと、まあ、いろいろ他にもね、仕事があるんで、まあ、どうしたらどうかなと
ゆっくりやるしかないですね。はい、ありがとうございました。はい、もうね、一区画ちょっとおかわりしましたね。いや、で、また一度空にしましたが、またやっぱり同じぐらい溜まりましたね。1メーター四方でこれくらいの笹があるということがね、なんとなく想像できますね。いや、非常に疲れました。どうですかね、こんだけ今日できましたね。ちなみにですね、この土おこし、根おこしですか、正直あんま使ってないですね。はい、プレゼントをいただきました。本当にありがとうございました。早速開封させていただきます。いただきます。わお、はい、ビバラベニソン、いただきました。ありがとうございます。これは綱吉くんのためのご飯ですね。鹿肉ですね。トムさんですね、綱くん、たくさん食べてくださいねと書いてあります。本当にありがとうございました。わお、これはすごい。いや、びっくりですね。フィーラインナチュラル、いただきました。これはもう最高級のご飯ですね。おーちゃん、おーちゃん、よかった。野菜ベースのですね、ご飯もいただきました。ありがとうございます。そして、うわー、このギフトカードですね、2つも入っています。ありがとうございます。トム様からね、送っていただきました。テロさん、ご自由にお使いください。とあります。そしてですね、ハッピーバースデー、トラさんも食べられるかなというふうに書いてますね。そして、一日でも早く AIM 治療が解禁されて良いですねと書いてありますね。本当にそう思います。本当に猫たちのためにですね、こんなにたくさん送っていただき、本当にありがとうございました。手が出せない、価格帯になってきていますので、本当にね、猫たちのことを考えてね、こういうのを送っていただけると、とても嬉しいですね。おーちゃんがもう、本当、ちょっとおかしいぐらいね、これ食いつくんですよね。本当に美味しいんだと思いますね。ね、おっちゃん、ほら、おっちゃん、わかる？これ好きでしょ。ね、よかったね、ありがとうって。はい、おっちゃん、ありがとう、ありがとうございました。はい、痛い痛い痛い。